おはようございます。今日は2月20日ですね。気温が 12.2、湿度が 50%、室温が 19.7 で、湿度 28% ですね。まあはっきり言うとあれです、あったかいです。日差しも、強い感じがするんで、今日も、結構あったかい日になるんじゃないでしょうかね。そして、今日の、格言ですね。目処が立つと目処を立てるのは大きな違いが存在する。まあ簡単に言うと、目処が立つっていうのは、まあ自分で、やってって、あ、なんとかなりそうだなっていうのが目処ですよね。はい。今日のコーヒーはハートに口づけです。この目処というのは、まあ簡単に言うと、自分ができるというふうに思えることが目処なんですよね。で、ちょうど今店の片付けをまあやってるんですけど、全くもって目処は立っておらんわけですが、まあ並行して仮店舗の方も作っていて、とにかく最低限仮店舗が動けないと、全く目処が立つ状態にはならないわけなんですけど、まあとにかくあれですよね、並行して全部をやっていかないからいかんという状態なんですね。で、それって結局自分の方の目処みたいな感じで考えちゃうと、そうするとこれってやっぱりのんびりしちゃうわけですよ。のんびりしちゃうというよりも、その分だけどうしても遅くなるわけですよね。で、その遅くなる状態ではいかんので、とにかくどちらかというと、目標設定でいついつまでにというふうに、まあ、設定がされてくるわけですけど、まあその設定というものを、まあ目指して、順番にできるだけ、やっていくわけなんですよ。はい、まずは真ん中ですね。まあ、じっくりやると考えると、目処が立つという風な表現が正しいんですよね。で、じっくりとやる余裕がない場合、つまり、期限を、決められた場合には、これは、目処を立てるという風になるんですね。だから自分の中で不本意であろうが何であろうが、とにかくその期限をきっちり守るっていうことが、重要になりますので、そういう差ですよね。はい、蒸らしですね。実はとここ、フレーバー店作った時っていうのが、まあ30何年前に、まあ、店作ったんですけど、僕がまあ住んでるという言い方はおかしいですね。まあ、
ちょうどフレーバーがスタートしたとこっていうのが、まあ、乗り小屋でスタートしたんですけど、そこからこっちを引っ越してこないかんかったわけですよ。で、引っ越してこないかんくて、店も、まあ、一応知り合いの大工さんに、まあ、作ってもらって、看板屋は、まあ、知り合いの看板屋にやってもらってみたいな感じで、まあ、知り合いで、まあ、固めてたわけなんですけど、その中でこうやってて、一番にはあれなんですね、何も決まってない状態だったんですね。つまり、どういうふうに配置するっていうのは結局こっちで、ああだこうだってやらなきゃいかんわけですけど、決まってないわけですよ。とにかく、何もかもがその状態で、ズブの素人がどうしようこうしようでやって、結局すごい時間がかかってしまったんですね。まあ、仕事もまあやりながらでしたから、仕事もやりながらっていうことは、宅配専門で、まあ、コーヒーやってたわけですけど、その、仕事はそのままやりながら、実を言うと、まあ、店も作るっていうことをやったんですね。だからその分だけ、まあ、大変は大変だったわけですよ。で、今回も、まあ、やりながらになるわけですよ。つまりやりながらっていうことは、店をこうやって動かしながら、まあ、今、仮の店舗の方も作っており、で、仮の店舗も作って、いながら片付けもやりみたいな状態になってるんですね。まあ、これってまあ結構大変なことは大変なことなんですけど、一応はいついつまでという目標がもう立ってるわけですね。で、その目標があるから、まあとりあえず、無理してでもなんとか頑張ろうというふうになるわけですよ。だからそういう意味では目標っていうのは結構重要なんでしょうけど、ただちょっと目標がちょっと厳しいなと思いながら、まあとりあえず、目標に沿ってやってるんですね。まあ、例えば電話がない状態で向こうへ移るだとか、ちょっとこれ難しいなという部分もあるんですけど、まあ、とりあえずそういう目標があるので、まあ、その目標に合わせて、まあ、とりあえずは今動いているという感じですかね。うん、つまり、まあ今日のは格言とは言えないですけど、目処が立つと目処が立てるのは大きな違いというのの、まずは目処が立つ状態を、つまり、仮の店舗の方で、まあ、店がスタートできる状態にまずは持ってこないといけないなというのが、まあ、本音であります。まあ、全てはそっからですよねって感じですかね。はい、抽出に入りますね。この4分の蒸らしになるとあれなんですね、ガスがきれいに抜けるんで、まあお湯は差しやすいですよね。非常にお湯の通りはいいですもんでね。
だけどとりあえず、家に持ち帰る荷物が多くてちょっと、へこんではいますが、まあ とりあえず、じゃんじゃん運ばないと進んでいかないので、まあ今日ぐらいは本とかなんかでこっちにある本は、まあ、とにかく運ぼうというふうにはちょっと思ってますね。まあ運べるものはじゃんじゃん運んでいかないと本当に進まんですからね。まあ大変ですよね。まあ実際に普通にまあまあ大体うちの営業時間が7時までなんですけど、7時までは普通にまあ仕事は、こなさなければならないので、その仕事が終わってからが勝負なわけですよ。片付けにせよ、店を作るにせよ、まあそっちが勝負になるわけですけど、結構そっちの方がまあ、大変ちゃ大変ですよね。だからまあ普通に店をやってる時に休憩し、どちらかというと7時からが本番になるみたいな感じに今はなってる感じですかね。はい、とりあえずコーヒー立て終わりました。はい、コーヒー出来上がりましたね。はい、ハートに口づけ、モカベースのブレンドとなっております。実は昨日撮影、やってたんですよ。やってたというか、昨日も朝のコーヒーやってたんですけど、バタバタとですね、でちょうどまあだいたい9時前ぐらいからだいたい撮影中ことが多いんですけど、この9時ぐらいだったらまあ10時から営業なんで、だいたいその時間ならお客さんも来ないし、まあ大丈夫なんですけど、たまたま昨日はちょっと遅めだったんですね、スタートが。でスタートが遅めだとお客さんがまあ来るぐらいの時間になってきてしまうわけですよ。でお客さんが立て込んでしまってですね、撮影中にもう、すっちゃかめっちゃかになって、まあとりあえずさすがに今日のは出しちゃいかんなということで、昨日はボツになったという感じですかね。はい、そして、こちらです。水曜日がオークション終了ですね。スマートセブンはオークション終了じゃないのか。22日亀次郎とこっちですね、終了するのはウサギと亀、こっちが終了になります。そしてスマートセブンもう1週間ありましたね。はい、スマートセブンは亀次郎付きという感じであります。そして、
こちらは玉木の方の、フルセット、はい、ございますので、よろしければ、注文いただきたいと思います。はい、ということで、今日はここまでにします。